文具大好き、こだわり大好きな方に来ていただこうと思って作りました。長いこと見本市行って、そのたんびにワクワクドキドキした商品っていうのに出会うんですね、見本市で。それを集めてみたんです。1964年創業で、長い間文具に携わってきたっていう歴史をお客様にも見ていただきたくて、例えば60年代の三菱の鉛筆だとか、そういったものをあえて額に入れて並べたり、シャチハタの復刻版のインクパッドとか置いて、まあ、レトロな雰囲気を出しつつ、ちょっとくつろげてワクワクドキドキするような、そしてお父様やお母様と一緒に見えた時に、お母さんもちょっと一服できるような可愛い文具を発見したり、お父さんはお父さんでちょっとおしゃれなこだわりの文具を見ていただいて、家族で楽しめるような、そういったお店を目指しています。太田商店グランドオープンいたします。先着200名様にこちらの粗品をプレゼントいたします。どうぞご来店ください。お待ちしてます。